どうも、マセキの浅草キッド、エル歌舞伎のエルウダです。はい、どうも、デロリアン林です。ということでね、はい、下田景樹さんのツイッターがですね、あら、はい、あるんですけども、うん、3月25日で79歳になりますが、おめでとうございます。2000年3月25日、うん、満60歳を迎えた日、うん、暦が帰ったので、僕は新0歳になりました。ああ、なるほど。そして今月は新19歳になります。まだお酒も飲んじゃダメなんですね。ということは、うん、来年新成人、うん、謙虚に言えば、新成人かな、うん、まだまだ夢大きい、うん、丸大きい人生を目指します。丸ってのは、まあ、何か大きいってことですけど、いつか天寿が来たら笑顔でと念願していますということで、ね、下田景樹さんやっぱ考え方がやっぱすごいですね、はい、すごいですよ。これはね、昔僕らネタで下田景樹さんでね、3分間ボケるという漫才がありまして、うん、ありましたね。で、なんか下田景樹さん自体がみんながあまりわからないような感じだったので下げてますが、あれ結構気に入っててね、あのオレンジャーとかの色をまず、なんか緑、紫、赤、ピンク、白、いやそれ下田景樹の髪の色、いや誰か分かんないみたいな。そうだ、一人ゴレンジャーだもんな、ね、で対象年齢何歳だ、新0歳みたいな。やってましたね。ね、これ復活ですかね。いや無理だ、いいネタですよね。でもいやでも下田景樹さんがこの、ね、ネタを下げた後も、さほど話題になってないので。でも難しいですよ。ツイッターブログではカリスマ的な人気を得てますから、出す場所によっては何あのだからそれネットとかの詳しい人とかがいっぱいいれば、あ、ね、まあ、やっぱりさ、こう悔しいじゃん、そのお笑いのファン、はい、お笑いライブに来る層の知識だけに合わせて、まあまあ確かにね、面白いネタを下げなきゃいけないのが悔しいですよね。確かにね、まあ、時事ネタとかやってるとね、今だとその PL さんとかのニュースばっかり、後藤真希さんとかのニュースばっかりなるじゃない。はい、幅が狭いもんな。まあね、正直な話さ、それしかやってないっていうのも、それしかやってないとね、だからそれはそれで一個あって、だから昼帯とかでもさ、ね、途中で下田景樹さんのツイッター紹介するとかやってる。いやいや、まあ別に昼帯はいいと思うけど。じゃあバイキング、じゃあ俺らがやればいいんですよ。俺は。なるほどね。そうですよ。そうですかね。ねえ、下田景樹さんね、いや面白いですよ、ツイッターとか。本当に俺好きでね、よく見てる。あなたよく見てるのは知ってますよ。だってツイッターアカウント名が過激猫ですからね。だからもう分かんないんだよ。過激猫をボケに入れたと思う。多分下田景樹さんを知らない人が、ね、入るにはちょっと、ね、敷居が高すぎんですよ、もう。でもね、それフリー、我々がフリーランスの時にやってたんですよ、そのネタ。はい、で、マセキ芸能者のフリーランス言うのオーディションライブ。ね、フリーランス。無所属の時ね。はい、で、マセキ芸能者のオーディションライブで受けてる時に、うん、なんか違うネタやった時にアンケートに1枚、うん、下田先生のネタも好きですかね。ちゃんと直木賞作家として先生をつけてる。ああ、なるほど。下田フォロワーがいたっていう。だから間違いなく響く層がいるんですよ。あ、まあね、それはね。これはね、だから、いや、捨ててはならない。まあ乱発ね、いろいろ、いろんな人しておけばね、はいはい、まとめるとね、すげえ力になると思うけどね。だってこの前ね、渋谷のラジオ。あ、一回それこそすれ違ったよね。下田会議一回すれ違った。すれ違ってましたよね。新宿ね、行きましたよね。そう。俺がね、テレビでも喋ったけど、うん、その他の芸人の人気の芸人の、まあ、当時三四郎かな、うん、で長蛇の列が出てきて、出待ちのお客さんが、うん、でその待ち時間でこう話しかけられるのはちょっと嫌だなと思って、走って全速力で逃げたんですよ、うん、そしたらなんと全速力で逃げた新宿のスクランブル交差点に下田景樹がいて、ちょうど俺ブログとか読んでたから、ああはいはい、でもすごいのだからさ、話聞いてすごいの、あのまんまの格好なんだろ、あのままの格好ですごいよね。で下田景樹さんですよねっつって握手してくださいっつったら、うんうん、なんかもうスクランブル交差点も渡んなきゃいけないのに変なやつ捕まったと思って走って息切らしてる、うん、すんごいなんか嫌な顔して握手してくれでこれが因果応報って呼んでね、ないよ、俺が出待ちのお客さんに嫌な気持ちを与えてしまったことによって下田景樹にそっぽを向かれたという。これはもういいね。そうですよ、お客さんも大事にしなきゃダメだぞと、はい、下田先生はそう言ってる。それ以来俺全出待ちのお客さんにハグしてますからね。いい気持ち悪いなそれこそも渋谷の駅前ですよね、うんうんうん、フリーハグね、やめてくれや。そしてね、サザエさんじゃんけんに27年戦いを挑み続ける男、すさまじい勝率と情熱、一生続けますということで、はい、すごくないですか。あ、じゃあもうあれじゃないですか、東芝がスポンサー抜けるって時はびっくりしたんじゃないかな。まあ、のかね、ねえじゃんけんもなくなっちゃうかもしれない。じゃんけんなくなっちゃうかもしれない。じゃんけんできない。ねえ。そう。でもすごいですよ、この人。どうなんだろうね。うん、よく言うのはさ、背景の色とかでさ、うん、ある程度わかるってなったじゃん。はい、俺は知らない、じゃんけんの出す特徴が。じゃんけんの出す時にサザエさんが最後バックの背景が緑だったりとか、はいはい、色が違うらしいんですよ。はいはいはい、ね、まあそれも数ヶ月に1回変えてんのか、毎週変えてんのか、パーの時は何色とか。それはね、あなた素人ですね。あ、この
高木さん。伝説ですか。はい。いや、高木さんは、勝率、うん、昨年だけで 80.5% 勝率らしいんですよ。高木さん対サザエさんね。はいはいはい。で、はい、どういう分析をしてるかというと、うん、サザエさんが出した直前2回分の手と、蓄積したデータを照らし合わせて、うん、最も出やすい手を予想しています。あ、なるほどね。はい。サザエさんがね、ちょっと眉間にシワがあるときはチョキっぽいとかある、ね。うん、そうですか。でね、2019年2月版のサザエさんじゃんけん白書によると、うん、前々回がグー、前回の手がグーの場合、うん、その次週にグーが出たのは0回、おチョキが出たのは4回、おパーが出たのは5回ですと。いうことで。そもうじゃんけん決めてる人探し当てて、じゃんけんたくさんしてもらえばいいんじゃないですかね。あと、高木さんにはね、もっと高木さんの好きそうなね、アニメ。あります。カイジがいいですよ。多分サザエさんにこの人そっちの方がハマるんじゃないですかね。なるほど、駆け引きが。うん。カイジも見てんのかな、もしかしたら。見てんじゃない、うん。カイジじゃ満足できない人たちがサザエさんじゃんけんに行ってるっていう形だからね、これは。そうか。そういうことだから。ですごいね、高木さん。平日は IT 関連会社に勤める会社員ですが。疲れてんの。日曜日は買い物などをして過ごすそう。あ、はいはいはい。でも必ず18時半に間に合うよう自宅に帰宅すると言います。おお。リアルタイムにこだわってますね。なるほどね。うん、まあ、そりゃそうだよな、ね、そうしないとね、あのネットとかでネタバレしちゃうもんね、今日グーだったとかね、そう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 書くやついねえだろ。臨時速報毎週だから ね、 いいですね、なんかういう楽しみ方、でもなんか一個ね、楽しみ方あるのいいね、うん、目覚ましいじゃんけんのやってる人もいるかもしれないね。でもこれでも聞いてて、まあまあ本当にやってんだろうけど、はい、80ナンバーとかこれグーグーとかって、まあ、検証しないと分かんねえな。確かにこっちもな、うんうん、でかといって検証するだけの力もそぐ気持ちもないしと、はいはい、頑張ってほしいですね。でもこういう人生をね、うん、何でもないところから楽しめる力ってのは大事ですね。かもしれませんね、うん、そうだよな。そうですよ、誰よりもあのじゃんけん楽しんでるの、あの時間、うん、一番幸福な人だからな。そうですね、うん、そしてね、うん、アンミカが手掛ける心がける3つの作法というニュースなんですけども、アンミカ流ポジティブ脳の作り方、365日毎日幸せに過ごすために出版記念イベントが16日都内で行われたと。もうサザエさんじゃんけんするんじゃないだろうな、ね、いや違いますよ。大丈夫か。アンミカさんが日常心がけている3つのことを発表しますね。、はい、まず1つは笑顔、はい、はい、今のですよ、今の、あ、今の笑いましたね、あなた。もらった、もらった。アンミカさんからもらった。2つ目はですね、うん、1日1褒め。あ、1日1褒め。あんまり褒めたりしないかな、もう私は人をそんなに。あ、何でもいいんじゃないの、物でも。ああ、朝顔とかね。ああ、そう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 。3つ目は、うん、姿勢よく、うん、胸で人を見るの3つ。だそうですね。胸で人を見る。うん。なんですか、巨乳には優しくした方がいい。いや、誰なんだろうね。俺若干そういう系はありますよ、私は。姿勢をよくして胸で人を見る。はい、ねえ。うん、だそうです。あ、いや、でも俺もう無理くり3つ作んなくていいと思うけどな。いやいやいや、1つの俺笑顔だけでいいと思うけどな。いやいや、無理やりじゃないです。3つなの？本当に3つだったの？うん、あ、そう。すごいね、通販番組の女王だって。ああ、そうなんだ。うん、泉ピン子かと思ってたけどね、うん、ピンクの電話さんでもないんだね。違うね。ね、うん、よっちゃんじゃないんだね。みやちゃんか。みやちゃんさんか。通販番組の王様は、うん、ホッシャンさんですかね。ペナルティヒデさん。ヒデさん。ねえ。俺、なんかね、あの、あれやってるでしょ、あの毎日。やってますよね。ねえ、あの、ヒデさん。はい。やってるじゃないですか。うん、その時にワイプでさ、うん、あの、設楽さんの顔抜かれた時とか、うん、俺はちょっとそれを見てるのが楽しいっすよね。ああ。ねえ。でも、あれ、欲しいもんばっかだったら大変だよね。毎日買う、あ、もらえんのかな、あそこ行ったら。どうなんだろうね。いや、どうでしょうね。買うを全部買ってたら加算だしね。バージョンアップした商品、掃除機とかやるとさ、前回あんなに褒めてたのに、はい、急に落とすの、あれは何なの。さらに、さらにすごいから。前のパワーの、あれは違いますよって感じになるじゃない。ねえ。うん。でも通販番組って言ってるけど、うん、もう今全部ほぼ通販ですからね、アマゾンとかでね。まあ、ね、まあまあまあ。まあでも、ああいう家庭用品のプレゼンみたいなのはまあ続くのかな、ずっと。まあだからまあ、テレビでまあ、見る人、まだいるんだろう、おじいちゃん、おばあちゃんとか。
なんかさ、例えば、うん、洋服屋に行ってさ、うん、いい洋服、いい靴を履いたと、うん、でそのサイズがないから、その靴のメーカーを調べて、うん、Amazon で頼むと、うん、お店で買うより安い値段になってるし、新品が届くと、あっていう買い方をしてる人が今多いですね。あ、なるほどね、はいはい。これお店がなくなっちゃうんですかね、いつか。どうだろうね。もう俺本とかはやっぱ本屋で行って買うのが好きとかあるから、まあすごいマニアックな人たちになってくるんじゃない、そういう本屋に行くんだ。ただアメリカとかだとさ、ほら CD とか日本でショップがあることがすごいっていう。あ、やっぱりもうそう行っちゃってんだ、そっちまでなくなるとこまで行っちゃってんだね。向こうはだからそのなんつうの、アメリカほら広いじゃない、はいはい、広いからわざわざ車乗ったりとかなんだけど、日本だと狭いから、うん、そのなんて歩いて行ける距離にあるとかっていうので、多分その差だと思うけどね。ネットが向こうはすごい早く進化しちゃうのは。ユニクロがね、でっかい店舗がいっぱいあったんですよ、そのでっかい道路沿いに、うん、であれはで今ないんだってどこにも。でなんでかっていうと、あれはいつか通販に切り替わるから、そのための宣伝用に置いてたと。あー、すごいね。で、ちょっと中野のね、うん、あるけどちっちゃいもんな。あ、そうだから、そういう本当にちっちゃいというかビルとかに入ってる店舗は残ってるんだけど、うん、で俺の最寄りのユニクロが消えたのがだいぶ不便なんですよね。お前ら宣伝用だったの、うん、でも確かにもうまあ、ユニクロでね、私も買ったりしますから、うん、もうジーパンのどれがどれぐらいのサイズかってもう分かるもんね、もうあの表示で。いや、それはね、うん、27買うとか、そうですよ、6買うとかね。ああ、なるほど、ね、やられましたね。面白い、うん、ネットでね、どんどんまあなっていくんだろうけどね、うん、そういうふうにはね。ねえ、だから俺あのでもね、あのね、あれは好き、あのチェーンソーかなんかの CM でね、はい、車も切れますよって車切っちゃうたんだよな。へえ。その代わりあのシートとか全部、座席とか全部抜いて、うん、でフレームバンバン切るんだけど、何を切るように買ってくれっていうことなの？木とか何でも切れるということを証明するのに、車のフレームも切っちゃうっていう。どんな木でも切れますよっていうのを言うためにやってるのかな。いや、まあまあそういうことなのかね。それ以外なんか森でも、まあ、どうせそのなんていうの、やるんだったらそれぐらいやってほしいけどね、はいはい、そのテレビショッピングやるんだったら。その車を切ってる火花でタバコの火をつけようとしてるのが電撃ネットワークなんですか。ね、なれば海外向けのできそうだな。そうだな、ジューサーとか出てきたらな、鼻から入れて目から出せばいいんだもんな。電撃ネットワークさんをね、うん、やネタを昨日ね、やって新ネタで、うん、あのね、散った火花でタバコに火をつけるパフォーマンスに、火花大好きサンダー野郎って名前がついてるってのを知ったというね。勉強になりますよね。勉強になるね、うん、火花大好きサンダー野郎って、で鼻から牛乳入れて目から出すのがミルクマンっていうね、ちょっとびっくりしますよ ね。名前は単純だけどやってることはなかなか、うん、そうですよ。お尻の中で爆竹を爆発させるのは爆竹地獄だそうです、うん、自ら地獄に。いいのがもう火花大好きっても言ってるから、別に嫌でやってるわけでもないっていうね。そうか、サンダー野郎はやっぱそうなんだよ。でもやっぱりあのいいですよ、世界でみたいだね、今世界を回って。でも結構昔からじゃないだよね、うん、確かに日本のテレビは昔ほど、そう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 、回って。でもさ、日本のテレビはもう無理かもね、コンプライアンスこんな言われててさ。あ、なのかな、爆竹を尻の中でさ。まあ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 、どっちなの、ホモだホモとどっちが悪いんだとか言ってね。そうだよな。だけど爆竹やろうなんてね、うん、今あれ見たらやばいな。でも YouTuber のバカな YouTuber 真似してよ、あ、怪我するかもしれない。というよりはあるぜ、あれか、一番早いあれか、 YouTuber か、逆に言うと。いや、でもやってること、やってることっていうか、いや違うべす、あれはすげえ、あれはすごい芸能だ。そういうふうに今のやってる人ってここまでできますよみたいなのをやってるけど、あ、それを芸として一番最初にテレビでやったっていう。まあまあまあ、そうなのかな、うん、ねえ、あ、まあ、まあ、そういったとこですね。そうですかね。すごいよね、電気グルーヴさんが話題になったから電撃ネットワークのネタを作るっていう、作れたっていうのがね、まあね、いいことですよね。いいことなんじゃない。ということで、そっから発想すんなよと思ってるかもしれないですね。じゃあ皆さんもね、ぜひあのアンミカさんの3つのことをちょっと心がけて生活していってみてはどうでしょうか。はい、胸を見るです ね。胸で人を見るです。いや、胸を見る、全然違う。胸を見ればいいです、ね。胸で人を見る。自然を見る。笑顔で人の胸を見る。違うわ、胸で人を見る。ね。これがいいことということで、また明日お聞きなさってください。お願いします。